どうもどうも、かじまきです。今日は焼き鳥を作ってきます。みんな焼き鳥好き？まあ、焼き鳥って言ってもさ、いろんなのあるじゃん。この画面に映ってるのは多分ネギまってやつだったと思う。かじまき一番好きなのは豚バラ、あれうめんだ。他に言うなら鶏皮だな。タレも好きだけど塩もいいね。というわけで、こじまき焼き鳥結構好きっていうことでね。はい、今回作っていきます。みんなは焼き鳥何が好き？ぜひコメントしてみて。では、まず人数が選べますけど、まあ一人で食べていきます。ではやっていきましょう。スコアアタック対戦ランキングっていうのがね、ありますけども。そうだな。まずは、対戦してみるか。まあ、ルールは書いてあるけど、やりながら説明しよっかな。チュートリアルもさっき受けましたので。では行きます。小島ちゃん左上みたいですね。グー。さて、じゃあ早速焼き鳥を作っていく。うわー。うわー。うん、で、煙が出てきたらひっくり返すんだっけな。お、皮。皮早いですね。うおー。うおー。うー。あれ。ひっくり返せね。え、来た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 。あー、ちょっと待って。一気にやりすぎたかもしれん。うおー、余裕がねー。ひっくり返したい、ひっくり返したい、ひっくり返したい。うっ、おい、ひっくり返してない。うっ、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 なんか場所によってね、奥に決まってるんだけど、説明する余裕ねえわ。あ、焦げてる、焦げてる。連打しちゃったらダメじゃん。ひっくり返したりとかしなきゃいけない。タレもつけたりしなきゃいけないし。焦げてんねこれ。じゃあ青が完成か。うわ、バット引いちゃった。これ完成してます？これも取っていいかな。これないか。あ、来た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 。これで青くなったら完成か。これちょっと待ってよ、ずれるな。ほいほい。あー、忙しい。点数どう？いや、こじまち一番低いんか。ちょっと焦りすぎたかな。よいしょよいしょよいしょ。先とか早めにやっていいんだね。で、鶏皮が一番焼けるの早いから、まあ気をつけようって感じか。これタレっていつつけてる？あれ、タレ勝手につけるんじゃなかったっけ。よし、落ち着いて落ち着いて。よし、いけいけ。終わった。わ、点数低いな、これ。ビリ。くぅー、忙しい。ぷにぷにー。カジマッチ。よし、スコアアタックいこう。ランキング1位目指し。できるんかな？いきます。でも、今のね、対戦慣れたので、カジマッチも余裕だと思う。うーい、しよしよしよし。うーい、しよしよし。で、上に塩と酒をつけていく。ほい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 。赤くなってるやつはもう何かしら操作できるってことですよね。わかりやすい。はい。さあ、次は何が来る？こっちか。はい。はい。ひっくり返して、ひっくり返して、ひっくり返して。お、皮もうひっくり返せるの。早いですね。これ皮だけに集中してもいいかもしれないね。じゃあ、来た来た来た。これ皮完成じゃない？よしよしよし、つくねちゃんも来てる。あ、ここで、ま、タレつけてんね。そして、はい、皮完成。皮乗せていく。はいはいはい。あ、やばい。ちょっと皮早かったかな。よしよしよし。間に合うかな。あー、間に合わん。くぅー。ちょっと待ってよ。一旦、上の、ネギマかな。あれはスルーして。よいしょっと。他のやつを一旦きれいにしよう。早いんだよね。あ、今余裕ある。で、これを回収して、皮をひっくり返していく。お、まだひっくり返してる。ほい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 。で、完成と。あれ、一個できてない。あ、できたできたできた。ちょっと一旦落ち着く。おーしよしよし。いけるいけるいける。お、1870、さっきより点数高いじゃん。よーしよしよし、落ち着いていけたらいける。でね、こういう
これ塩の焼き方びっくりしたんだけどさ、塩振るじゃん、その後お酒かけてんだよね。お酒かけるんだね。あれかな、塩がちゃんとくっつくようにってことかな、そういうことかな。ひっくり返したら落ちるもんね、塩。へえ、知らんかった。ほい、よし、パーフェクトきた。慣れましたね。完璧かもしれません。完璧すぎる。まあこれ見てるとさ、夜ご飯焼き鳥食べたくならん。よしよしよし、タレをつけて、タレをつけて、タレをつけて、そしてまた塩を振っていく。はい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 。あ、やばい、ちょっと待って、まずいぞこれ。どこ矢印。よしよしよし、今小島で自分がどこにおるかわからなくなってくる。いけいけいけ、タレつけるの時間かかる。あ、やばい。何言ってるか分からんや、焦っとっとよ、めっちゃ。やばい、ひっくり返しまくってる。ああ、ちょうど重なるとだいかんな。うい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 、あと7秒、もうこれで終わりか。焼けんかな、飽きた。ああ惜しい。これ結構いいんじゃない、研修3000いった。おお、え、これ超点数高いんじゃない。オンラインランキング、あ、本日は1位やけど週間だと3位なんだ。総合一応3位っていうことで、え、総合どうなってんの。あ、そうか、小島家は名前変えてんだ。顔になってる。おい、1位すごいな、1000点。あ、でも近い。これもう一回やってみようかな。カットすると思うけど。1位狙えるかも。意外と得意だった。ちょっと待って、これ下から攻めてった方がよくない、時間かかるやつから。こうやっていって、こうやっていって、で、先かけて、よしよしよし。やっぱ皮が早いな。で、ほい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 。うわー、さっきの点数低いじゃん。4000って超えねー。結構いい調子だったんだけどな。ほら、小島に書いてきた名前。いや、壁高っ。もう一回やるわ、もう一回。下がったー、ダメだー。下がるんかい。聞き分け、小島っちは3180点でした。惜しいよ、先生。はい、というところで作って焼き鳥でした。こちらのゲームの詳細は概要欄載せております。好きになった人は見てみてね。それではねーねー。